ってたぜ。プロジェクト D のリーダーとしてじゃなく、一人の走り屋高橋涼介として、俺自身のけじめをつけさせてもらう。この一戦に自らの進化を問う。面白みはないけど、無駄がない分隙がない。説明できない。今までいろんなやつを見てきたけど、お前みたいなやつは初めてだ。また会おうぜ。
今すぐ